この花咲くや姫の怒りはうまく表現できたけど、これからはもうちょっと光ちゃんに優しくしてあげなきゃ。ニニギ様、大変喜ばしいお知らせです。このお腹にあなたとの子を授かりました。なんだって？私たちが初めて仰せを交わしたのは昨晩ではないか。ニニギ様、まさか私が嘘をついているとでもおっしゃるのですか？いや、そんなつもりはない。もちろん私たちの子なら嬉しいが、あまりにも早すぎる。お前もそう思わないか？確かに早すぎるかもしれません。ですが、私にはあなたとの子だとはっきりわかるのです。ですが、いくら言葉にしてもあなたには伝わらないようですね。それなら私はこの子を火の中で産んでみせましょう。なんだって？なんでまたそんなことを？あなたの子であると証明するためです。ニニギ様は高間ヶ原の血筋を引くお方。この子に天の血が流れているならば、火の中でも死ぬことはないでしょう。だが昨夜、お前はこの大地のものだろう。お願いだから危ないことは。どうか止めないでください。私は無事この子を産んでみせましょう。昨夜、産屋から、あ、煙が。少しでも疑った私が悪かった。昨夜、出てきてくれ。ニニギ様が謝ることはありません。これは、この家中出産は私が決めたことなのですから。私のお腹にいるこの子は確かに私とニニギ様の愛の結晶です。産声だ。昨夜は、私の愛する昨夜は無事か？ニニギ様、昨夜無事だったか？どうした？驚いた顔をして。それが、私たちの子の一人が産声も上げずに普通に喋っているのです。ここは黄泉の国か。俺は確か父上に首をはねられたはず。日本神話の家中出産と火の神の家具土を掛け合わせて創作話にしたらどうだって言ったのは私だけど。まさか家具土がこの花咲くや姫の子として転生するって筋になるとはな。雨宮さんらしい勢いのある展開だよね。ああ、けどうまくやらなきゃ荒唐無稽な滑稽話に見える可能性もある。ここは真昼の迫真の演技があるおかげで知りやすさを保ててるよな。何度合わせてもこのシーンの昨夜の迫力には驚かされるよ。そんなに？ちょっと怖すぎかな。いや、怖すぎるぐらいがちょうどいいんだよ。前に真昼が話してくれたけど、この花咲くや姫が怒りの感情を激しく爆発させるのは、それだけニニギの御事を愛してるってことで。そんな相手との間に子供を設けられたことを心から喜んでいた証拠なんだろう。うん、脚本上の展開は原作よりマイルドになってるけど、私は好きな人に疑われたこの花咲くや姫のショックをすごく感じたの。大丈夫、その真昼の思いは怒りの演技を通してちゃんと伝わってきてるぜ。よかった。今回の演出だと家中出産の炎はこの花咲くや姫の怒りの炎でもあると思うから、怒り方に説得力を持たせたかったの。それならもっと怖くてもいいぐらいだ。普段の物腰が柔らかくて微笑みを浮かべるこの花咲くや姫と、
いいギャップになるんじゃないか。もっと？私ももしかしたらそうかもって思うけど、やりすぎてもいけないし、どうしたらちょうどよくできるかな。ちょうどよくか。でもこればっかりはやってみないとわからないからな。ただ今はまだ怒りをセーブしてる気がするんだよな。正直さっきの木の花咲夜姫より普段の怒った真昼の方が怖いし。え？さすがにそれはないんじゃない？こういうのって本人には分かりづらいかもな。ほら、普段から怒ってるやつより優しいやつを怒らせる方がよっぽど怖いって言うだろう。それはよく聞く話だけど。それを踏まえてもう一回合わせてみようぜ。そうだな。例えばだけど、部屋の片付けを忘れてカレンと買い物に行った神楽を思い出してみるのはどうだ。腹の底から怒りが湧いてくるだろう。光ちゃん。お、それそれ、まさにその感じだよ。あ、なんかつかめちゃったかも。うん、そう考えるとかなりセーブしてた気がする。今度は抑えず思いっきり怒りの感情を解放しちゃうね。私たちに石のような永遠はない。そう考えると悲しいけど、だからこそ命を燃やして生きていきたいって気持ちが湧くよね。この先あと何回舞台に立てるかなんて指折り数えるんじゃなくて、目の前にある舞台だけにしっかり集中すること。私は過去でも未来でもなくて今をしっかりと生きたいな。バナナちゃん、今日はお買い物に付き合ってくれてありがとう。こちらこそ、おかげでいい息抜きになったわ。最近稽古漬けだったもんね。稽古もだけど調べ物もね。八百万よもやま話は日本神話をベースにしてるから資料がどっさりあるでしょ。読んでるうちに何度もふわふわって睡魔に負けそうになったよ。ジュンナちゃんが選んできてくれた資料、読んでも読んでも終わらないんじゃないかってくらいあったもんね。でもマヒルちゃんがお買い物に誘ってくれたおかげで明日からは逃げずに頑張れそう。よかった。あれ、お花屋さんに何か気になるものでもあるの？バナナちゃん見て、これ四季桜じゃないかな。ほー、綺麗。ここって花木も売ってるんだ。優美に咲く花としっかりとした枝、それに姫やかなつぼみも。この四季桜、役作りの参考になるかも。そう言われてみると、まひるちゃんが演じるこの花咲夜姫みたいだね。花木って誰でも育てられるのかな。店員さんに聞いてみよっと。すみません、この淡い香りもこの花咲夜姫のイメージにぴったり。買ってよかった。花木ってさすきをすると長持ちさせられるんだね。帰ったら早速準備する？店員さんはそうするのがおすすめだって言ってたけど、今回はしなくてもいいかな。あ、役作りの参考になるってそういうこと？この花咲夜姫は岩永姫とは違って短命だもんね。うん、挿し木の説明を聞いてて、まさに私たちが演じる八百万よもやま話の第2幕薄明起源みたいだなって思ったの。薄明起源、
私たちが死から逃れられなくなったきっかけを明かす日本神話の木の花咲夜姫と岩永姫の物語ね。そう、ある日ニニギノミコトが天から降りると、木の花咲夜姫という美しい女神がいて。ニニギノミコトは木の花咲夜姫のあまりの美しさに一目惚れするんだよね。それで木の花咲夜姫がお父さんにニニギノミコトから求婚されたことを話すと、お父さんは姉の岩永姫も一緒に嫁ぐように言うけど。ニニギノミコトはそれに従わなかった。好みじゃなかった岩永姫とは結婚しないで、この花咲夜姫だけを迎え入れちゃったから、さあ大変。二人のお父さんは怒りに怒って、なぜ姉妹を一緒に嫁がせたのか、その理由を語り始める。この花咲夜姫を嫁がせたのは、その血筋が花のように繁栄するように。岩永姫を嫁がせたのは、その血筋の命が岩のように永遠のものとなるように。けれど岩永姫を拒んだ結果、ニニギノミコトの血筋の者たちは寿命を持つ短命な存在となったのでした。岩永姫を変えた結婚は岩のような永遠が消えること。ニニギノミコトは神様だから、まさか自分の寿命が短くなるなんて考えもしなかっただろうね。改めてストーリーを追うと壮大な話だね。面白いのは、こういう寿命の起源にまつわる神話は世界中にあって、まとめてバナナ型神話って呼ばれてること。バナナちゃんびっくりしてたよね。驚いたし、とっても不思議。日本だけじゃなくて、いろんな国で石をないがしろにして花とか果物だけを欲しがったから、人の命が永遠じゃなくなったっていう話があるんだもん。どこの国でも石はずっとあって、花や果物はなくなっちゃうものだったってことなのかな。でもそれ以上に、みんな寿命に理由をつけたかったのかもしれないね。生き物である以上、人は死からは逃れられないもの。うん、だからこそ今をしっかり生きたいよね。舞台少女として限りある命を燃やしたい。この桜の花木みたいに、散り際すら美しい桜みたいにね。